公園だよねこれね。いやもう夜も遅いよ。何時よこれ。野生のベテランチ。こんにちは。上野にて。そうですよ、これもう鳥獣保護区ですかここ。ワイルドライフプロテクションですけど。はい。キジ呼ばわりさ。キジ桃太郎。僕が桃太郎で赤鬼を被害者とした場合のキジ。キジ。戦闘能力がかなり低そう。目をつっつく、まあ、あとは何、財力。財力、確かに財力ないんだよね。僕は便乗するなみたいな動画出したじゃないですか、はいはい、僕のサブチャンで、はいはい、出したら森鉄から便乗を取ったら何が残るんだって言われてました。面白い。そうそうそう、だまあどうしようかなと思って、まあ、全然触れずにいたんですけどね、もともとそのだベテランチがもうあの動画キングとの動画を出した瞬間に俺もう内容関係なくこうイチャモン来るだろうなっていうのを思ってましたからね。ああもうキングに触れた時点で、もう触れた時点で俺のものに触れたっていうので、うん、何かのイチャモン来ると、もう来ると踏んでましたから。ああすごい、来ました。だからいやもうあんな直で来るとは思ってなかったけど、何かしら、まあ言ってくるだろうなと思うんですよ。でもマジイチャモンじゃないですかあれ、はい、視聴者では結構意見分かれてるっすけど、おうほうほう、いや結局自分が使ったのが悪いじゃんみたいな、はいはい、で動画自分が使ってるのはルール違反だろみたいになりますけど、YouTuber 目線で、はい、そんなんで怒ることないじゃないですか。ないっす、ないっす。ムカつくことないでしょ。はい、ないです。で令和の虎なんか今まで絶対そんなんで怒ってきてないじゃないですか、はいはいはい、2、3秒で、うんうんうん、絶対そのこいつ気に入らへんで言ってるっていう。正解。そうっすよね。だから上が結局外された時も後日談を上げたっていうの で後日談を上げるのもOK な人とダメな人がいるんです。あ、他にもやってる人おったのに。そうそうそう。じゃ後日談なんかマジでゲストを勝手に出すのは100歩譲ってまだあれやけど、一、うん、人で喋ってるだけでしょ。だそう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 、一人で喋ってるのもダメだって。なんやったら王道やしな。そのコムドットが10組ぐらいで大運動会とかやったら、はいはいはい、大体10組が後日談喋って盛り上がるわけじゃないですか。そう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 、それがまあ相乗効果で盛り上がっていくけど、だから細井さんは OK だからね。細井さんキングについて触れて出してるし、ね、確かに出してる、はい、全然全然 OK な人とダメな人がいて、だからそれで外された虎なんかいるし、令和の虎は。あ、実際そうなんや、うん、すごいな。その力を持ってるからやっぱ今は言うこと聞かなきゃいけないですもんね。そうそうですね。令和の虎出てやっぱ宣伝したい人とかはやっぱ虎として出続けたいんですもんね。まあね、なかなかプロレス的なこともやってくんないんだなっていうのは、ね、いやそれが寂しかったっす、うん、あれがじゃあガチやったっていうことになるんで。そうですね、それは怖いな。なんか僕はほんまに優しさというか、なんやったらあれで俺が YouTube じゃなんかほんまにへこんで畳みますとか、例えばなったらほんまに悪いもんなるわけやから、あっこで俺が反撃したらプロレスできて、あ、岩井社長もガチじゃなくてプロレスやったんや。だって俺が動画出す前から別に岩井社長も叩かれてたんで。ああそうですね。アンサーする前から令和の虎のファンにさすがにちょっとみたいな。切ないです。切ない。でも正直、まあ、こんなん言ったらあれですけど、名前は出さないですけど、はい、岩井社長の切ったじゃないですか。その森鉄さん以外にも、うん、そのみんなやっぱ岩井社長の界隈の人は、うん、結構やっぱ利害関係があるから、はい、自分ではやっぱ言えないと。そうですね、うん、けどやっぱなんかツイッターの DM とかで、はい、あんま知らないけどよく言ったみたいな、そう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 、いっぱい来てたんですよ、うん、身内にもそう思われてるけど、そうそうそう、力を持ってるから言えへんねんな、うん、それでも寂しいなっていう。はいはいはい、そうですね。みんな言ったら岩井社長を見放してるわけじゃないですか。だってもう裏ラインいっぱいあるからね。もうあの人を外したライングループ、あの人を外したライングループみたいなのがあるから、まあまあいじめ気質がすごいん で当然そんなことするやつは嫌いな人いっぱいいるんで、被害者の快適なものもあるわけで当然。でみんなほんまはちょっとあれやなって思ってるけど一応円満にしてるってことですよね。そう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 、仕事やから。そう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 いうこと。それってでも本人もでもちょっと気づいてると思うんですよね、うすうす。なるほど、うんうん、だから余計高圧的になるんじゃないかなとか思って、うんうん、でもなんか別に悪いやつではないんやろなっていう気もするんですよ。まっすぐなだけというか、おう、そのなんか感情に素直すぎるというだけで我慢ができる、うんうん、まあまあまあそうですね、まあ、ねじ曲がった方向にまっすぐだと思いますだからあのキングの動画もカーテンずっと開けてあげてたじゃないですか、喧嘩した後、はい、最後控室でキングが荷物待ってて、あ、はい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 、でその間岩井社長はずっとカーテン開けてあげてるんですよ。ああ、はあ、カーテンの奥に荷物があって、でキングが荷物多いからほんま1分ぐらい片付けてるんですけど、ああ、岩井社長はのカーテンを持ってあげてて、なんかそういうその謎の優しさみたいなのが多分あるというか
だからこれまで多分炎上しても許されてきてるんだと思うんですよ。ほうほうほう。いっぱい悪いことは言うけど結局いいとこもあるみたいな、うん、なるほど。面白いなと思いました。すいません、うん、僕ばっか喋っちゃった。いやいやいいですよ、僕はいつでも喋れますから。自分のチャンネルでもなんかせっかくベテランチんで、まあそうだからね、ベテランチが俺を煽る動画はあれはああいうもんだから。あ、そうです。もうさ、もう、いや、まあまあ、素直な人たちはもうすぐにうわーっつって、まあまあでもそれいいじゃないそうで、俺はそれで全然いいのにそれでまた盛り上がるっていう。そうです。いや、森哲さんマジで岩井社長にもほんま爪の赤先日飲ませたい今回岩井社長が森哲さんのいじられ能力があればマジで令和の虎のチャンネルでもあと200万回300万回再生数取れるのに。そうだね。ここで撤収したらマジもったいないんですけど。もったいないですよ、せっかくね100万人いきそうでってなってるのに。そうそうそう。いや、僕はだから謝罪要求しようと思います。おお。普通に、まあ脅迫にならない範囲で、普通にだってしんどいんだよ。なるほど。あんなカスとか。そうね、散々言われて。同じくくりだったから面白かった。カスって。いや、そうですね。森哲はカスって言ってた。ああ確かに、森哲さんにもカスって言ってた。そうだから受験生版タイガーファンディングは動画表示されないようにしてるけど、切り抜きは全然ショートでバンバン回ってくるから、森哲はカスはいっぱい回ってくるから。なんかそうだから、そのチャンバラになると思って第一刀を向こうが切ってきたから、オラって切ったら、そのなんかシューンってなくなっちゃって、何と戦ってたんやろみたいな何と戦って。ただすごい数字をベテランチが叩き出せば歩み寄ってくる可能性は全然。だから俺とプロレスすればメンツはほんま潰れるけど、うん、その方が得やって思ったらまたありえますもん。そうだからキングにもね、歩み寄ってるのはそういうことですよ。確かに、あんだけバカにしてたのに。そう、あ、取れるんだってなったら歩み寄ってくるし、で逆に他の人がね、藤川や連投出したようにやったら、そんな怒るほど。でもだって森哲さんがじゃあ10万回それ再生数取るじゃないですか、はい、それで別に1万2万じゃないですか、はい、そんな、はいはい、それに怒るんやったら、そっから流入で自分のチャンネルに入ってくる方が、うん、そう得やと思う。得なんですよ、あれ。ずるいずるいみたいなね、カップルがキスしてるけど目の前でも偉い試合やで。偉い試合。森哲さんは岩井社長の悪口そう絶対そうなんですけどね、その感覚がないんでね。ドキュメンタリーってことなんです。あ、ドキュメンタリーいいじゃないですか。テストあるの。令和の虎の被害者を集めて、はいはい、岩井社長にこんなひどいことされましたっていう証言を集めて。うわ、それやったらめっちゃすごい数になるから、もうとんでもない数になるよそれ。あ、それ動画の時間もえらいことになりますね。いえ、1日じゃ終わんないでしょ。動画が撮影画じゃなくて、撮影画じゃなくて動画が1日じゃ終わらないぐらいの24時間超えの。全然終わらないと思う。1時間超えてる動画見たら、あの 1.00.00 みたいな長って思うけど、もうあれのさらに左に、そう、もう出るぐらい、1日と20時間とみたいになるぐらい。そう。いや、マラソンライブそれぐらい。なんか僕のコメント欄に、マネーの虎の最終回は岩井社長のせいでお蔵入りになったみたいな。殴り合いしてね、お蔵入りでしょ、はい。天才やん。いや、めちゃくちゃ何を言ってるの。いや、なんかこんないっぱい出てくる人だと思ってなかったです。いや、正直あんま見てなかったんで。かっこいいな、若者を潰してるだけじゃない。若者じゃん。ちょ、もうやめましょう、これ以上言ったらもうほんまに俺が悪いやつみたいな。あ、もう全部 P。 やばい使えるところが全然なかったらどうしよう。やばい、また口がつい、やばい、これ生配信でやろうとしてた俺、やばい。いつもさ、なんか森哲さん、その人おったら気大きくなって、なんかそのこの人を笑わしたいみたいな。そう言っちゃいたく、いや、それ可愛いねんな。言っちゃいたくなる。普段の自分のチャンネルではなんかあんま言わんの。そう言わないの。ありがとうございます。はい、とんでもないです。すいません、遅くに。じゃあ、まあ、これからいろいろ作っていくんですね。はい、わかりました。戦い続けます。いやー、被害者の会か。じゃあベテランチーム皆さん DM で。あ、そうですね。でもほんまに本田さんのことを幸せにしたいとか、はい、そういう方なんで、別に俺が数字稼いだと別に知れてるんですよ。はい、本田さん待ってます、はい、ご連絡、はい、俺もコラボした方がいいのかな。で、1万5000円じゃダメでしょ。いや、1万5000円で出てくれますよ別に暇やもんな。じゃあ用がない。1日10本撮影できるもん、あの人のスケジュール。なるほど。起きてから寝るまでずっと暇やもんから。じゃあ15万いや、15万出したら来るでしょ。だからオークションしたらいいじゃないですか。岩井社長と森哲で本田さんオークションして、でダンピングしましょうよ。森哲が100万出すから、そしたら岩井社長は絶対101万出すと。あ、なるほど。で、岩井社長が101万出したら50万森哲に返ってくるようにしたらいいじゃないですか裏取引で賢い
さすが、これがリサンだよ。いい、これリサン、リサンのやり方だよ、これが。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。勉強してください。はい、緊急で撮りましたけど、果たして使える、そこ、あ、そうですね、もういつでも行ってください。はい、ありがとうございました。はい、お疲れさんです。